最初がやっぱり一番強いなっていうのを他の階級やその世界中含めて思わせたいので、まあ朝日社空手最強を証明するために戦い続けるっていうことを考えてます。この距離なんでやっぱ僕はこの戦うことが人生の重となっていて、その中でも朝日社空手っていうものがずっと人生を支えてくれたものだと思ってるので、まあ朝日さんも結構やってほしくないけど、最速強いもんね。まあスイッチもできて両利きで、ほんまめちゃめちゃ俺に似てんねん。まあでも俺は負けできせんから、結構倒れたりするから、負けてる時も結構倒されて負けてるシーンも結構あるし、その差かな。そういうのはないな、俺には。倒れるとか倒れることないし、聞いたこともないから、そこの差で勝っちゃうかなっていう。K-1 のベルトっていうのはやっぱり世界中いろんな団体がある中で一番誇り高いベルトだと思ってるし、世界最強の証だと思ってます。